麻生さんというのは九州の麻生財閥、もう大金持ちの太郎ですから、お坊ちゃん、長男なんですね。で、麻生財閥、九州の大金持ちだけじゃないんですね。吉田茂とも姻戚関係あったり、皇室とも姻戚関係があったりして、もう日本一セレブな一族だった。で、そこの長男として生まれながら、生まれついてアホだったんですで、お前に会社持たしとくと、もう麻生グループおかしくなっちゃうから、お前会社持たせない、お前は政治家でもやってろ、もう麻生グループから厄介払いされて政治家になったんです、まあ、金持ってますからね、子分がいっぱいできて麻生派っていうのを作って、まあ、総理大臣やって評判悪かったんですけど、またどういうわけですかね、類は友を呼ぶというか、バカとアホは気が合うというか、安倍さんと仲良くて、安倍政権になってから外務大臣やったり財務大臣やったりで、財務省ってね、いろんなスキャンダルがあったじゃないですか。